はようございます。オリローです。今日はですね、地元に帰ってきてたんで、ちょっと休み長いんで、ちょっと伸びるまでチャリで、で平棒でスケボーでもしようかと思って出かけてみますんで、よろしくお願いします。20キロぐらいあるんで結構過酷なんですけど、行ってきます。それじゃあ行ってみよう。結構過酷だな。それじゃあマイアッチを出発。今日はめちゃくちゃいい天気だ。田んぼの緑が綺麗ですね。あー最高だね。このスケボーのセット音が安定しねえのがめんどいけどな。うおー、吠えられました。犬には優しくしてるんですけどね、いつも。この上行くともう遊学館ですね。思うまい店に出てきた旭山ドライブインがもうちょい こっちサイドあんだよね。まだ混んでるみたいですね。あそこ民宿旭山ドライブインにかかっていっちゃう。もう疲れてきたな。やべえな。舞谷地北村広淵って昔の村3個目です。昔の河南町の前の村3個これ3個目です。ちょっとサドルが低すぎて足が辛いんで今上げました。これで行くぜ。よいしょ、水分補給してソルティーライチでも飲まねえとやべえ。やっぱ田舎はいいな。あっちも田舎っつっても結構マジだからね。あーやばい、ソルティーライチがめっちゃうめえよ。大潮行って小野の方行くが、どうすか。伸びるの海さも入って海水浴来てっか分かんねえけどな。今早く昔の河南町を抜けて昔の山本です。こっちは大潮です。こっちはよく昔ね、そこらでスピード測定してたんですけどね、よく捕まりましたよこれ。その曲がる前ぐらいで測定仕掛けといてここらに入れらせらってよく嗅がせられましたね。違反のチップ。よし、ここまで来た。大潮小学校のとこです。こっから左行って高木の森の横通って、アトムサーキットの横通って、あっち側の山の根元がいるべ。大潮の昔車パンクしたらここで直したこの辺りで直しました。この店の人によくしてもらいました。懐かしいな。神さんのまだ継ぎ合ってやる時かな、夫婦なったあたりかな。この花見と水吸ってやの思い出す。チュッチュ吸ってやな。これほんでこっちにアトムサーキットあって JA のやつ、こっちが高木の森なんで、ここはアトムサーキット。今日は誰も走ってねえな、まだ。結構もしんだな、これが。昔来た時10周5000円だったかな、確か。ラップタイムもかかってもらって。あとここ、高木の森。
土日になるとすげえからな、もう車いっぺんなんかな、これいいとこだよ、ここは。あじ、今日も32度が3度目でなんのかな。バクソブー6まである。このチャリ6速まであって思わねえかった。うー、気持ちいい。プリウスに負けん、プリウスに負けん。よいしょ、オッケー。そしてもうちょい行くとラーメン屋あるんだよね。構造が美味しいラーメン屋なんで、皆さん機会があれば来てみてくださいね。そこです、その白いやつです。ここまで来た、やっとコメリとミニスト。33度だ、はあ、やっと橋、鳴瀬大橋です。気持ちいい、風が気持ちいいわ。よし、来ましたよ、伸びる側に。あとはこの川沿い行って海に行くだけなんだが、あと何キロですか。5キロ、5キロだ。30分ぐらいかな、11時ぐらいに着くの。これ震災で荒らし具したあれですね、下手ですね。最高。よし、もうすぐだ。おお、マンガッタンライナーだ。はい、マンガッタンライナー。あー、加工気持ちいいわ。なんかテント立ってんだけど、加工の後サーフキャンプがやべえな、楽しそうだな。最高だべな。いやー、もうすぐだ。いやー、めちゃくちゃいいな、久々に来たけど。波あんのかね。完全にサーフキャンプだ。よし、来たぞー、もうすぐ海だぞー。あれがヤックルイワです。ヤックルイワ、俺が名付けたヤックルイワ。ここらにね、イヌワシが来るっていう話なんだけど、今日はいねえのかな。冬に来るツタケが早稲田な、あれじゃね、あれじゃねえか。一番だ、激怒も止まらず疲れだ、帰りがやばい。最高。皆さんこのとこに車止めでね、涼んで海見てんですよ。あれ、あんな感じで均等に止めて海見て。最高やないかい。海水浴してねえのか。よいしょ、はあ、海水浴はしてねえんだ、釣りだな。いやー、最高だ、はあ、いやー、気持ちいいわ。よし、久々のスケボー復活、こっちで、はあ、その前にそう思っちゃった。よし、グルメっ子の朝日屋がまだ開いてるみたいなんで、これ終わったらあっちだな、
何号にこれ。一発目のオーディ失敗した。テール短いから馬が当たんねがった俺のリシェイプテールだからね。1センチほど短いから。いやー最高だ。よし次は朝日屋に行くぞ。南郷のグルメっ子のイベントで。昨日13食出たみたいなんで今日7食分あるっつうんで、これから爆速で向かうか南郷に。よし、めちゃくちゃ気持ちいいぞ。これじゃあ行ってみよう。1時間で朝日屋に着けるように頑張っていくぜ。よし、水鳥の大群だ。さっきはあっちの方で、おお、ブルーやってるね。ブルーになる。家からすぐ消えるわ。今日は朝日屋に来ました。よいしょよいしょ。こんにちは。すいません、グルメっ子さんのイベントでまだ枠ありますか、ね。ありますよ。昨日ちょっともういっぱいいっぱいで俺もやべえだなと思って大丈夫です。で、Cセットで。Cセットで、はい、お願いします。醤油か塩選べるんですけど、塩ラーメンで。塩で、塩ですね。ちょっと動画撮っても大丈夫ですか俺も YouTube やってる。あ、そうなんですホリローっていうのでやってる。ホリローで検索。ラーメン屋さんとか。いや、いろいろです。あ、いろいろなんですか。野球度が、旅度がいろいろですじゃあすいません、はい、お願いします。失礼します。ありがとうございます。暑いですね。やばいそうですよね。
ちゃくちゃうまそうです。よいしょ、じゃあいただきます。よいしょ、
ずる。完食しました。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございました。いただきます。はい、お願いします。めちゃくちゃ美味しかったです。どうもよかった。めちゃくちゃ元気出た。焼肉丼も飯、塩ラーメンも飯、やばかったな。グルメっ子さん、朝日屋さん、ありがとうございました。オリローでした。それじゃ帰ります。今日の動画これまでとなります。朝日屋です。皆さんも来てくださいね。ごちそうさまでした。バイバーイ。